今回やる企画はこちらでございます。交差点足し算ドライブ。ドライブ好きやね。行ってきます。負けへんで。行ってきまーす。行ってきまーす。あよいしょ。あぶね。じゃあ、ほいで、ほいで、ほいで、一応右入るけど、はいはい、なんか線ついてる、線ついてる、ちょっと待って、これ、あの交差点じゃないけど、この辺線ついてるらしいわ。いや、すごい、これちょっとぶれてもらえん。あの線だから、ほら、交差点下がって、交差点を。今日は前に福岡でやった、駅の看板を探すドライブ対決の新しいバージョンを取り組んでて、ルールは基本的に2チームに分かれて車の中から今回は駅の看板ではなく交差点の標識の写真を撮影、はい、で撮影した標識に書いてある数字の合計が多いチームが勝ちと。1本木だけ書いてたら6やから6ポイント。えで6あ、そういうことか。そういうことか。六本木3丁目の交差点やったら6たく3で、文字数じゃないやん。ほらニューラニューでした。誰と誰がトリップするか。だから運転できる2人じゃない。ああ、そうか。逆にか。いっちゃまさかの運転できる。何運転できる。選ばれなかったの。免許ゴールドでしょ。ゴールドもうじゃあ今日はじゃあやろう。あ、お免許置いてきたの。何でだろ。楽屋で喋ってたよ。さっきないよ。運転できた学校に今と俺と佐野のさんに会う。確かに。そう、運転できへんやつに取り合われんねや。あ、まあ、そうなるんじゃない。わりとまさかこっちのとこあるの。そうやな。見てる感じさ、佐野と L チーム揉めてるイメージある。まさかのとは同じ。アリスさん、あ、麻布10番10。おお、もっとつくとこあるくない？100人超とかあるやろ。え、100とか行った方が、それやばい。天才や。千とかないかな。千田奥ないかな。千田がやって千じゃない。千田川交差点があれば。やば、こっちか。この辺で六本木以外数字数言うとこ分かれへんな。だから9とか麻布10番。10。天才。麻布10番行きましょう。麻布10番がでも俺、あ、え、でも近いんじゃん。麻布税務署、この辺やろ。ですね。ってことはさ、あの出て左やな。あ、でも右からでも行けるか。別に。ですね。どっちからでも行けるな。どっちからでも行ける。こっちの交差点。うん。11とか12ってあんのかな？麻布が何番まであるか。麻布11番ってこと？聞いたことないっす。聞いたことないやろ。麻布10番とか、あと来たら9やな。10とか9。行きまーす。行きまーす。負けへんで。行きまーす。千田がやめたし。逆つかないと。とりあえずだから、うん、え、これ左やんな。左です。麻布十番目指そう。わかりました。交差点の看板ですもんね。そう。交差点の。そうだから、いつも見たにそんななんか時間前の駅みたいにゆっくり取れへん可能性もあるような。急に出てきますもんね。そう。信号見えたらすぐ行かないと。そうやねんな。あ、でもこの辺、青山1丁目とか2丁目とか結構あるな。あ、だからもう細かいの撮る。1とか2とかなんか道中でも撮っていけそうっすね。いや、撮っていけんじゃない。だから交差点系は全部もうパシャパシャ見て撮った方がいいよね。任せてください。お、眩しい。やっぱだから俺らやっぱだから麻布撮ったとしてももう1個ぐらいやっぱでかいの撮っとかんと9とか8の数字ついてる。いや、5以上欲しい。千駄ヶ谷交差点どこに書いてんの、うん、交差点の看板。これ一発で千駄ヶ谷だもんな。確実は確実よな。なんでなんでなんでそんな表情するなんでそんな。あ、左の青のやつもそうやんな。この信号のところにさ、青山一丁目って書いてるやつあるやん。これが交差点の標識ってことやね。青山一丁目ということで1ゲット1位ゲットで、この後もサノちゃん、300m、もうちょい下の右ですね。まあ、次の大きい多分、あの信号かな。了解です。ここ右で
はい、これ入りましょう。はいよ。で、青山これ3丁目お、2丁目に来た。2丁目これ2稼ごう。これで3ですね、僕ら。もう新、これ写真意外と難しいですね。ちっちゃいもんな。そう、ナビ&信号がちょっと難しいですけど、頑張らせていただきマッスル。取れ高不安。両チームとも勝ち安心、取れ高不安。なんか普通のドライブ動画なりそうやなこれ。俺らのんびり。のんびりですか。いいけどな、向こうガヤガヤしてるやろうから、うん、バラエティーは任せましょう。いやいや、そう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 、こっちは勝負に勝ちましょう。確かにガチでな。ナビだけ頼むな、まさか。あ、カメラ開いてた。嘘やろ。頼むって頼むって。あ、道なり道なり道なりやな、でもだな。あ、ちょ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 、ほらほらほら、南青山6丁目。あ、めっちゃいいやん。あ、そうか、それでも6取れるってこと。そう。あ、これ交差点でしょ、絶対やろな。で、そこ左やもんな。うん、最高や。あ、いいやんいいやん。こ、そら、もう地名だけじゃなくてこういうのが出てくるんや。駅名とかじゃなくて。そう思えば結構あんのか、6丁目とか7丁目とか交差点腐るほどあるもんな、多分。そうそうそう、だから青山の中で、南青山の中でも何個かあるかもしれない。あるやんな、多分。だから僕、携帯が気抜かれへんのよな。え、そうやで。本当に携帯はもう気抜かれへんで。写真もそうやし、ナビもそうやし。実は大変。実は大変やで。あ、そうなんや。携帯、運転が一番楽。運転するときもだって。言ってみてー。運転が一番楽やで。あ、青山6丁目。あ、ちょうど赤信号や。で、これ左やんな。です、次左です。あ、俺自撮りや、危ね。もう何してんねん。どんなミスやねん。いや、YouTube カメラはほら、基本的に内カメじゃないですか。そうね、ちょっとこっからでも撮れるとき撮っとかないと。どこ、どれを撮ろうとしてんの。あれ、これ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 。あ、これでいいってこと。え、そうじゃない。南青山6丁目。あ、そういうこと。交差点って駅と違って道中に出てくることないじゃないですか。そうやねんな。そう、ある程度目的地になっちゃうから。今んとこね、このまま行ったら、あ、六本木6丁目がある。あ、それ行く？行こうか。行きましょう。あの、麻布十番行く道中にあります。お、なるほど。六本木六丁目はでかい。12や。これ、六本木六丁目で 12?12。それだけで。道なりでいい？ずっと。道なりで、まっすぐです。ナビ上回ってるよ、俺。ナビ上回ってんじゃん。やっぱり。上回ってますね。バカズ？バカズ。大事や。やっぱかかってるわけ。なんで笑うねん。かかってるって何が。いや、来てる来てる。ナビがスムーズやん。あったー。あ、ほんまやほんまや、これかこれか。うい、六本木交差点か、ここで。あ、六本木交差点だ。めっちゃ危ないよこれ。交差点、交差点か今の。交差点危ねー。めっちゃ危ないよ。めっちゃ絶対取ってくべきやったもん、6。危な危な。割と交差点分かりにくいかもな。ですね。もう道が重なってたら交差点ですね。そう。よし。ここもじゃない？六本木。やっぱちょっと。流れ道。そしてここにも六本木がある。流れ坂。いや、流れ坂やな、これ。あ。でもまさかどこでどうか分かる？ナビ。ちなみに。ナビ、早く見てもらっていい？あ、見てなかった。あ、ここも交差点。2丁目やな。あ、よいしょ、アップね。じゃあ、アップね。一応右入るけど。はいはいはい。あ、これ次の信号。やっぱりそうやんな。ですです。右やんな。うい。アップね、今の。ちょ、携帯大変や。だから、こんな、こんなペースで来られたら大変ですわ。まあだから、そうやな、撮ってでもすぐ送った方がええもんな。うん。ほら、ギリギリ、見て。ギリギリやな、マジで。ギリギリやわ。撮ってすぐ送るけど、すぐ鍋もしてほしいから。わかりました。トゥクトゥクで走ったとこ、あの建物って。あ、そうやな。国会議事堂。国会議事堂。これをだから逆にトゥクトゥクで逆に走ってた名前はな。そうやな。ここで。なんて思い出話に花を咲かせますか。あっ、めっちゃ花咲いてる。めっちゃ花咲いてる。交差点あるたびに。あれ、なんて書いてる？お、スイジャリソ。あ、うわー、どこだ。ピシャボン利式でした。
危ない危ない無駄な一枚ってことこれ、まっすぐ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 うわ、メージングやここが左これを左ですねあ、なんか線ついてる線ついてるちょっと待ってこれあの交差点じゃないけどこの辺線ついてるらしいわ線ついてるあ、ごめん何者あ、ちょっとちゃうの太ったなこれブレブレや千駄ヶ谷駅これちょっとブレってまあ、もう千駄ヶ谷こここれはでも駅や交差点探せ交差点をシャッターチャンス逃さないでよ俺が逃したことあるかいあるあ、あるんかいあれはあれなんて書いてるこれ見えねんなブレッあ、あ、あ、おしゃぶり式やおしゃぶり式ややこしいなおしゃぶり式ややこしいあ、あれはぽい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 あれはおしゃぶり式じゃないゆっくり走ってくださいお願いしますあ、千駄ヶ谷いいタイミングでってことは千千来たゲットよし千駄ヶ谷一丁目二丁目だかフィーバータイムないんここあ、いつやけどなあ、このままちょっと真っ過ぎた千駄ヶ谷4丁目店っていうコンビニがあるからってことは交差点も千駄ヶ谷何丁とかがあるかも1234取りたいちょっと東京の街の感じ覚えれるかもな勉強にはなるなざっくり土地勘すかそう土地勘よあこのこっちこの辺にここいう何あ西麻布この辺なんやとかさでも次来た時に忘れてんすよね大体運転せんかったら忘れるか俺運転したらなんとなく道覚えねんあそうなのけど運転せんかったらでも覚えられへんわ、確かにそんな大事なんや運転あ確かに俺も散歩したら覚えるわじゃ散歩したらいいね東京の街を六本木散歩しようって気になりますいやならんよな多分なまあまあおもろいんでしょうけど歩いたらでおもろいんやろうけどなあ六本木麻布通りあ通りかそうなんすよ通りなんすよこれ左これ左ですさっきの道戻ってきたよかったよかったでありです本当はえ交差点の六本木麻布通りっていう交差点なので六本木の6は数字なのでさすが喋り出したからもしかして素晴らしいやっぱそういうとこよなあ褒めてくれた素晴らしいあざすさすがよわだからもうやっぱ取った方がいいな通りとかでも迷ったら取りましょうかうん場所じゃねそうそうその方がいいわこれも道なりにずっと行ったら麻布十番ですあそうなんや早いえだから麻布十番の次に数字のつく五反田あー五反田行こうかありじゃないですかだって多分これ通りじゃないん麻布十番の通りに五反田あるんじゃないんまっすぐ行ったら五反田な気がするどうなんや一回、一回麻布行って仕切り直しましょうそうしようか、一旦そうしよう、うん、あ、新一の橋これは交差点かわからんけどいいんじゃない、いいんじゃない特定って一でもあ、ここはもう麻布十番駅やではい、あ、駅か、びっくりした駅かえ、ってことは麻布十番この辺なんじゃないのね麻布十番ないの麻布十番のつく交差点なんかまずあるんかあ、ここも交差点駅やったってことシンプルにそう、1の端え、ちょっと待ってってことはさ、麻布十番交差点みたいなのないのなさそうっすねえ、調べた方がいいんじゃん麻布十番交差点交差点名前とかじゃないとあった麻布十番いや、多分あるやろ10番交差点あ、次二の橋交差点って書いてたなえ二のこれ二の橋やここここあれ、あっちにある右ああざすういえ、麻布十番ないの麻布十番の交差点今調べたら新一の橋交差点1や駅名の可能性がじゃあ来る必要なかったやん1と2やぞだってそうか駅だ麻布十番交差点みたいなないのめっちゃもったいないなないっすね一の橋ですわ名前駅前とかわりもったいないことしてるやんやっためちゃくちゃでも五反田行こう
じゃあ。ね、ありっすよね。ちょっと待って、東京交差点。名前。数字？数字か。数字。9とか入ってんのないん？九十九里浜とか？九十九里浜は九十九里浜です。どこ？都内。え？あれ都内じゃない？あれ都内じゃないです。あ、違う。全然都内じゃないです。一枚とかあったらもう最高。九十九里浜23区じゃないんか。千代田交差点はないんか。お、あれは？あの信号の横についてるのは？国立の武道前。千駄ヶ谷フィーバー欲しいね。千駄ヶ谷フィーバー起こせそうやねんけどな。あーないな。おいおいおい、まあこれも違うか。あ、これはだから歩道橋やん。千駄ヶ谷4丁目に入ったけど、なさそうですね、交差点の標識は。あ、そっち出るとこあるんじゃん。あ、マジっすか。お、ちょっと、あ、眩しいないな。あ、あれか、あの一個先のは。あれ3文字や。3文字やな。行く北参道交差点です。この先を右折するか。100人町目指します。右折したら100人町目指せる。あれです、あれです。あ、ほんまや、来た、取った、よっしゃ。これはもう、これは落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、うるさい、落ち着いて、冷静に。坂戸と初めて結成しすぐにあのドライブした時こんな感じだった。今の方が喋ってるでしょ。いや、まあまあ、それはな、それはそう、それはそう。いつかその話するやろうなと思ったけど、開始15分1時間あんのに。